久保さん。いや、店舗ビジネスはね、あの、やってる人には申し訳ないですけどあの、僕はやらないですね。僕は。うん。まあ、あの、やりたい人はやればいいと思います。だから、まあ、自分が本当にこれが作りたいと、パンを作りたいとかね、あの、おしゃれなカフェを作りたいとかね。うん、まあ、それはその人の生き方、考え方なんでいいと思います。ただ、僕の考え方は、まずベースは自分が、 飯食っていく。自分が生計を立てていく。それを、うん、しかも自由にですよね。自分の生計を立てるために20時間働いていたら、1日の人生の中で使える人生はどれくらいあるのかっていうね。ほぼないですよね。まあこれはプライベート、ー、ま、ク、あ、使える人生にしましょうか。使える人生っていうね。 な24時間って人生じゃないですか。1時間も人生じゃないですか。なんか人生っていうと、結構なんか80年、70年っていうなんか大きいスペクタクルでイメージしがちなんですけど、人生っていうのは1秒1秒人生なんですよ。1日24時間も人生です。まあ一番わかり、うん、まあくっきり来るのが1日24時間っていうところが人生っていうところで落とし込んだ方がいいんじゃないですかね。で、今日の人生はどのように楽しみましたか もしそのお金の稼ぎ方が、例えば店舗ビジネスをやっていて、ま、だアルバイトさんも雇って、あの仕込みもあったりとか、いろいろあってね。うん、まあ、そのやっていることが楽しければいいんですけど、お金のためにもし動い、て多分ね、これ結構多いんですけど、最初は楽しくやってるんですよ。そりゃそうですよね。こんなこお店やりたいっつってね。だけど、売り上げの部分とか、従業員の給料、固定費、これが請求書がバンバン来て、こう赤字になってね、その、 お金に対して悩む時期が絶対、絶対ではないですけど出てくるわけですよ。そうすると、好きで始めたのに嫌いになってしまう。お金のために、えー、毎回毎回こう、何十時間も働いて、靴、好きが苦痛になっていくっていうね。これだと本末転倒じゃないですか。好きを好きのままに維持した方がいいですよね。じゃあ、この維持していくためにはどうすればいいのかっていうと、やっぱりその、 ある程度はちゃんと安定的に収入が入ってくるし、これね、うーん、昔僕は居酒屋のバイトしてたんで、わか、あの、すごくわかるんですけど、あの、ま、そういうね、小さい居酒屋なんですよ。だけど、その街中でね、すごく有名というか、まあ、いっぱい常連さんもいるんですけど、だからその、もう、マックス、宴会とかは、マックス70人とか60人バーンって入ったりとかもするんですよね。 でももう店パンパンなんですよ。だから座敷を全部、この通してね。まあ、あの、予約がない時はこう仕切ってるんですけど、か60人とか入る場合は、もう全部座敷バーンやってね。で、やるんですよ。でね、お店の中どうなるかっていうと、めちゃくちゃ大変なんですよ。だかおかみさんですよね、奥さん。奥さんね。もうね、た倒れるぐらいってか、まあ聞いた話なんですけど、倒れちゃったらしいんですけど、まあ僕が卒業した後ですね。 でまあ、なんとかだ大丈夫だったみたいなんですけどもうほんとねやばいですよ本当にだからねまあそのおかみさんをは子育てもしながらお店に立ってたんでもうねもう最後夜中0時とか1時とかはグッタみたいなもうカウンターでねああもうダメだみたいな結構まあ結構元気な方なんですけどでもそういうとこあんま見せないんだけどやっぱり やっぱりもうダメだみたいに。ね、僕毎日ほぼ毎日入ってたんで。いやーね、痺れますよ、あれは。だから要は忙しくなればなるほど、まあ、嬉しい悲鳴なんだけど、かなりきついんですよ。かなりきついです。まあ、厨房もはもうお、お祭りとかもうぐちゃぐちゃになるんですけど。うん。だからね、でも YouTube って <laughs>、これね、1億回再生されても無ですからね。 何もやんなくていいんですよ。はじめ社長1億回ぐらい回しましたけど、動画ね。グミのやつ。え、なんかしてんすかなんか、うわーみたいなやって、やらないですよ。まあ、一回動画撮ったら放置。何もしない。<laughs> だこれ、すごないですか普通の飲食店だったらお客さんいっぱい入ってきたらね、めちゃめちゃ労働しないといけないし、めちゃくちゃやらないといけないですよ。嬉しい悲鳴ですけど、それが本当の悲鳴になりますからね。いや、マジで。本当に。 僕はそれ現場で僕は体験してましたから。うん。だから、もう僕はまあ、やらないですね。うん。はい。まあ、やらないとわからないっていうね。まあ、これはやってる人しか多分、共感しないだろうし。まあ、憧れていいなと思ってる人は体験してないんでね。まあ、その地獄を味わってみたらいかがでしょうか。<laughs> 僕はおすすめしないですけど。 YouTube は100億回回しをまあ100億回回してる動画があるのか分かんないですけど、もう無です。何もしなくていい。そう。勝手に苦労人間が喋ってくれてるので、休まず。文句も言わず。ね。すごないですかいってらっしゃい。